皆さん太ってますか？どうもこんにちは、軽トラキャンパー幹事です。本日はですね、この僕のね作りました軽トラの2台シェル、こちらの紹介をですね改めてしたいと思います。2022年の7月にこのね2台の2箱納品しまして、それからですね内装を DIY でカスタムしてきました。こちらソロキャンプ仕様、主にキャンプで使う2台シェルというコンセプトでね1年間作り込んでまいりまして、カスタムしきったなっていうね自分なりの自信作になっております。でこちらをですね今回改めて詳細まで紹介しまして、いろんなアイデアが詰まってますので、そちら皆さんにねシェアできたらいいなと思っております。この動画の最後にはですね、今後この軽トラ2台シェルどうしていくのか、そういったあたりもねお話ししていけたらなと思っておりますので、ぜひ最後までご覧になってください。それではスタート。はい、こちら外装の方なんですけれども、アルミ複合板で外装を作っております。でこの外装アルミ複合板をね支えているのがアルミフレーム、アルミフレームを溶接で接続してこういった箱型に造作しております。一つ特徴というのがですね、こちら軽トラックの、運転席助手席の部分なんですけども、そこのね背中の部分、ここにね背負い込む形で上に乗っける形で、造作されております。でこれがね結構難しい、加工になるんですけれども、原車合わせが必要でね、ここのアルミ複合板を車の形に沿ってこう切り出してね、ピタッと乗せるということで、こちらねしっかり加工してあげれば、ここからの雨の侵入はなくね、軽トラの2台を最大限に、広く使うことができます。こちらのシェルはですね、三方開きというタイプになっていて、右側面、後ろ、それから左側面と、この三方がですねカパッと跳ね上げ式の扉をつけております。三方開いていきます。ですね、扉にはですねこう全てに鍵がかかるロックがついていて、取っ手を引っ張ってあげると上に跳ね上げ開閉ということになっております。こんな感じですね。はい、で、扉を開くとここにねガスダンパーが入ってますので、特にね棒で支えてあげる必要なく、跳ね上げた扉はね落ちてくることなくしっかりと上がった状態をキープします。後ろ側も同じです。はい、右側も開けるとこんな感じで、三方開くんでね開放感のある作りになっております。はい、ちょっとこの状態でね一周見てみましょう。左から後ろ、そして右ですね。はい、こういう形でオープンしております。はい、で内装の説明にね入る前に、もう一つねこちら面白い機能がついております。なんと天井が開きます。それじゃあね天井を開けていきますね。一応ね走行中に開いたりすると怖いんでね、ちょっと僕なりに、いろいろロック機能をつけておりまして、まずねロープで、引っ掛けてあるというのと、あと一番肝心要のねここパッチン状で止まっております。前後2箇所パッチン状で止まっております。でそのパッチンを外してこのロープをねロック外してあげると、このまま天井が開くということになっております。どうでしょう。はいね、はい、こんな感じでね天井も開きますんでね、非常に開放感があります。まあ、キャンプ場なんかで、ね、着いたらもう全部展開して、これでもうキャンプ始められますし、ここにね今座ってるとこ寝袋引いてあげれば、寝床にもなります。側面パネルは閉めて屋根だけ開けるとこうね空が、ね、見えるんで、
寝っ転がりながら空眺めてぼーっと過ごすのも、面白いですよ。はい、天井はですね、運転席側を視点にして助手席側からバカッと、結構な角度で開くことができます。天井にはですね、こういう感じで前面ラッピングしていただきまして、漢字というね、ロゴを入れた、なんかちょっと街と海と山と眺めのいい山頂からの眺めをね、思わせるようなデザインの天井を作っております。僕のねインスタグラム見ていただくとね、時々絵の上からね太陽がこう昇ってきた朝日の写真をね、上げているのでね、ぜひそれ探してみていただければと思います。リアから見るとこんな感じ、結構な角度開きますよね。そしてこちらまで来ると、で天井にはですね、ちょっと僕がキャンプ場から撮った写真をねフォトパネルにしてね天井に貼ってあります。そうしてこうなるというわけでございます。ここにね、さっきのインスタで上げたような写真出てますね。天井の上から朝日が出てくるね、こんな感じで写真撮ってインスタに上げたりしてますので、ぜひ見てみてください。このシェルどうやって荷台に乗っかっているのかという質問結構きますのでね、そちらの方をねしっかりとお見せしたいと思います。はい、でまずね、煽りですよね。こうやって普通に煽り開けることができますね。で当然ながら側面も開きますと、こういう感じになっております。このねブラケットなんですけれども、こちらがですね、この荷台のシェルを支えている支柱になっております。でこれはねステンレスを使っております。でこの部分でアルミフレームと接続してあって、ここで荷台に乗っかっているということになってます。特にねボルトで止めたりとかしておりません。じゃあどうやって、ずれないようにしているのかと言いますと、ここのね形状にね特徴がありまして、で、まず向こうにはずれないですよね。でもこっちには来るとか上に浮くとかはね考えられるんですが、これ煽りを締めてあげると、はい、なんということでしょう。しっかりねここの部分挟み込むようにできてますので、はい、これでねしっかり固定されるんですね。これがね、左右、右側と反対側にもついております。はい、で前はどうなってるのかっていうと、前はね、先ほどもちょっと紹介しましたが、このキャビンのところに背負い込む形で引っかかってるというか、もうここにズコッとはまってますので、これでねあの前後へのズレっていうのは、まず起こりません。で上に浮き上がるっていうことは考えられるので、それはですね、はい、ここでございます。このねアルミフレームの内側にアイボルトをつけてあるんですね。こういう輪っかのやつね、この輪っかとこっち、ここはボディです。キャビンの背面部分のボディで、ここは穴開けたんじゃなくてね、もともと鳥居っていうのがね軽トラックにはついてるんですけども、その鳥居を外した時のボルト穴ですね、ここを利用してアイボルトを挿してあります。これと、このターンバックルっていうのね、手でくるくるって回すと、伸び縮みするこういうやつなんですけどね、これでシェルとボディ側がつながってるような状態になってますので、これはねこれで浮き上がりが防止されていると。横ずれと前後へのずれ、これはここで起きなくなっております。で上への浮き上がりの防止ですね。あと下は一応ねちょっと見づらいですけど、ここにね支柱入ってますので、アルミフレームのね、でねここで荷台にね設置してますので、これで、沈み込みは防止されております。こちらのね荷台シェルの積載物扱いになっておりますので、車検の時は荷台下ろす必要があります。ですので、積載物なので車へのボルト止めですとか溶接止めとかね、そういった形でもう固定してしまうと、車検通らなくなりますので、こちらはね先ほども申し上げたように煽りに挟み込んでるだけですので、煽りを開けた状態は逆にフリーなんで、これ持ち上がるようになると。さっきのねターンバックル外して煽りを全部開いてあげると、
せーので、持ち上げることができますので、荷台からね下ろすことも可能です。その重量に関してなんですけれども、アルミを使っていることでね100キロぐらいとなっておりますので、大人4人で、四隅持ってせーので持ち上げれば、このフレームは持ち上がるというぐらいの重さになっております。はい、で内装なんですけれども、まずね、最初にこの車のコンセプトをお伝えしました通り、ソロキャンプに特化した2台シェルを作りたいと思って、造作しましたので、キャンプで便利な機能つけております。それをね今からお見せしたいと思います。この車ね、三方煽りもちゃんと開くようにできてますので、開けてあげることができます。ちょっとここ布垂らしてるのは、こっち側からの、室内がよく見えちゃうので、ここはねちょっと目隠し代わりに、ね、布を垂らしております。そしてここ、はい、ここの、ね、横からですねスライドテーブルが出てまいります。だいたいね荷台の高さのちょっと上あたりね、どんぐらいだろう、10センチぐらいかな、高くなったところからテーブルがスライドで出てきます。でだいたいここを出してる幅が外側に1200ぐらい、出てくるようになっております。ですので、軽トラックの横幅って1400ないので1300ちょっとなので、荷台の横幅いっぱいいっぱいが全部出てきてるというような感じになります。キャンプ椅子、ここに、置いてあげればキャンプ場ついて横の煽りをね開けてスライドテーブルを出してキャンプ椅子を広げたら、キャンプスタートというような感じになっております。よいしょ、はい、こんな感じです。あのローチェアだとちょっと低すぎるので、少しね座る面の高さがあるもののチェアであればちょうどいいぐらいの高さになっております。まあ、一人でソロキャンプするんだったらもう十分な広さがあります。はい、でキャンプなんで、ソロでやる時もありますし、グループキャンプになったりすることもあります。そういった時はですね、まあ、ちょっとここだとみんなが座るっていうのも難しいですし、やっぱちょっと高めのテーブルになるので、結構主流のねローチェアとかだと低すぎてこの周りに集まるとねテーブルが高すぎるぞというような感じになることもあるので、ここにですねちょっとしたギミックを入れております。こちらなんです。このねアルミフレームで作ってあるテーブル、これ外れるようにできてます。持ち上げるとこれがなんとここにですね足が出るように作ってあります。ね、はい、こうすることでこのように外にねテーブルを出してあげると、ローチェアでちょうどいいぐらいのテーブルになりますので、これでね自分用のテーブルとして使って、みんなとワイワイ、キャンプができるというような仕様になっております。しまう時もね足を畳んであげてまたここに戻してあげるだけ、はい、これでスライドテーブルとしてね使えるようになります。やっぱり軽トラックの荷台もお世辞にも広いとは言えませんのでね、こういうキャンプテーブルとかを新たに積んでとかってなるとその分ね収納が必要になってきますので、こういうふうにね造作物の中に収納部分も、考えて、作ってあげるといいんじゃないかなと思います。このテーブルなんですけど、こうやって外れるようにできてます、天板がね。でこの部分に実はですねスノーピークのフラットバーナーとかのシリーズあると思うんですけど IGT っていうね規格ので、これをこうやってはめることができます。はい、こうすると例えばこういうふうにすると片っぽコンロで片っぽテーブルと、これもちろんこのまま外にも持っていきますので、キッチンテーブルとしてもね、すごく重宝します。これ IGT 規格なんで、まあ、IGT のサイズで作ってあるようなコンロとかテーブル天板とか、そういったものは基本入りますの で、こういうのをね使っていくとまたね、ここのスペースが有効活用できるんじゃないかなと思います。
ちなみにですね、右側側面の煽りを開いたところ、こちらはですね、そう、あの家庭用の普通の網戸の網をね、こういうアルミフレーム、こういうね溝がついてるので、そこにねこういう、これあのホースなんですけど、これをグッグッと詰めて網戸を張ってあるような状態になってます。まあ、ちょっとね作り雑なんですけどね。これで外からの虫の侵入を防ぐような形になっております。ね、またね煽り開いてあげると、ここは煽りなんですけど、煽りを開くと網戸になってるので、まあ、夏場とかねこう開けとくとここからも風抜けるので、これはこれでね、涼しかったりします。はい、そして下ですね、このベッドの下、ここがですね収納スペースになってます。高さも低いので入れられるものっていうのは限られてくるんですけれども、まあ、ここにねタープとか、ここにねちょっと入ってますけど、タープとかペグハンマーとかペグとかね、あとタープポールとかね、入れてます。でここは網戸めくってあげて、取るような感じです。軽トラックにね基本キッチンテーブルもついて、いますので、あとは椅子を出すぐらいなんで、あんまりねこういうところを荷物を満載で積んでいくってことはね最近あんまりないんですけども、まあ、万が一のためのねタープとか、タープポール、そういったものが積んであります。はい、車にねどうやって乗るのというところなんですけれども、2パターンあります。一つはですねこちら後ろから乗るパターン、こっちからだとね、後ろの煽りを開けてあげる、または、まあ、ここに何か一段ね上がれるステップかなんかをね、購入して入れてあげればいいかなと思うんですけれども、まあ、基本はね煽りを後ろ開けてあげて、そうするとここが、段になってるんで、両側ロープで引っ張ってありますので、一応ここ乗っかっても大丈夫です。でここに足かけてそのまま中に入ると、はい、こんな感じでございます。そしてもう一パターンはですね、右側面から乗る方法でございます。ここにねサイドステップつけております。これもねオリジナルのアルミで作ったサイドステップなんですけれども、ここに足をかけて中に入ると、はい、こういう感じでございます。まあ、乗り降りはね右からだとちょっと高さがあるので、大変な部分ありますが、まあねソロキャンプ仕様なので基本僕しか使えませんから、誰かねパートナーと使うとか、それとも、お子さんと使うとか、なってくると、まあ、ちょっとこういうね入り方は難しいかなっていうこともあるかもしれないんですけどね、僕の場合は基本的にはこれで、十分、中に入るには困らないかなという感じになっております。はい、中に入ってまいりました。車中泊するときはここで過ごすんですけれども、助手席側左側面の方にテーブルを作っております。そしてここに電子レンジね、はい、それから上にポータブル電源積んでおります。でこの横にある、これがね10インチのタブレットになっております。まあ、これでね時間あるときは、YouTube 見たりいろんなねなんか動画見たりとかしながらね、過ごしております。こういう感じですね、足はまあこういうところで下は空いてるのでね、まあ、広々と足伸ばして座ることもできます。でこのベッドフレームね、まあ、ちょっと低めに設置してあるんですね。この煽りよりもちょっと低いところに設置してます。これなんでかっていうと、このシェルですねなるべくね低く作りましたので、天井がね閉めた時に頭が当たっちゃうと中で窮屈な思いすることになるんですけども、このベッドフレームのねこの高さにすることで、僕の座高だとね、頭が当たらず、まあ、握り拳1個分ぐらいのねスペースができるので、天井を締め切った状態でもここで座って過ごすことができます。はい、こういったところのね造作はまあ思いつきで作ったところもありますので、折りたたみができるブラケットなんですけども、これをそのまんま常設状態になってたりとかね、するんですが、
こんな感じでね、3段の棚を作って、小物はこの上のところで、ポータブル電源、まあ電気周り、ここでね片手で操作できる。でこっちに電子レンジがありますんでね、まあ火使えないようなね時はコンビニ弁当温めたりとかしながらね、ここで食事ができるようになっております。そして室内のメインテーブルはこうなっております。先ほどのねスライドテーブルから出てきた時にお見せした外にこう持ち出せるタイプのテーブル、これとね同じものがここに入ってます。ですので先ほどね見せましたスノーピークの IGT シリーズサイズで長さ作ってありますので、こう入るようになってます。でこういうね天板なんかはね自作で色塗ったりとかしてね自分で作ってます。はい、で開けるとこれも IGT 規格サイズのなんかこう小物入れですね。ここにねなんかいろいろ調理道具とかなんだかんだが入っております。はい、でこう閉めとけばこれでね収納も目立たず、いいかなと思います。でここは空いた部分をね適当にこうアルミフレーム、入れてあります。でその上にちょっと滑り止めのゴムを置いてる、そんな感じでございます。でこのテーブルなんですけども、実はですね面白い機能がついております。このまま使うとちょっと低くて遠いんですよ、このベッドフレームとここの間、まあ、座ってる位置からちょっと遠いんですね。でまあお茶飲んだりする分には全然いいんですけども、やっぱね食事したりとかちょっとパソコンやりたいなとかそういった時にはねちょっと遠くてこうかがむような感じになっちゃうので、これだとね姿勢がよろしくないということで、これなんと手前に引っ張り上げることができます。ドン、はい、腹不思議、これでねめちゃくちゃいい高さになるんですね。でこれでね食事したりとかパソコン仕事したりとかね、できるようになります。はい、戻すのも簡単でそのまま前に押してあげるだけ、はい、ね、こういう感じ。これねどうなってんのかなと言いますと、はい、こういう感じのね、ブラケットを入れてあります。これがね、こういう感じで動くんですね、はい、こうやって、はい、でダンパーが入ってるので結構軽い力で上上がってきます。こういう感じ、はい、これね結構便利なんですよ。やっぱねあの室内で快適に過ごしたいじゃないですか。いくらねソロキャンプしようと言ってもちょっと遠出したりとかするときは室内で過ごす必要のある場所で仮眠取ったりすることもありますのでね、ここがねこんだけ上がってきてくれると非常に快適に過ごせます。はい、それからですね今こちらに見えているのがですね FF ヒーターでございます。キャンピングカーとかねお詳しい方は知ってるかと思うんですけれども、車用の石油ファンヒーターと言いますか、燃料はね石油だったり軽油だったりとかいろいろガソリンのタイプもあったりするみたいなんですけれども、これはね灯油で動いてるんですが FF ヒーター、こういったものがついてます。もうこれは本当に車内を暖かく温めるための暖房器具でございます。でこれがですね、緑園の FF ヒーター使っております。でここに蛇腹が出てるんですけども、これが温風出てくるところで、ここから室内の空気を吸って中で燃焼で温めて、ここから暖かい空気を出すというような仕組みでございます。下を覗き込みますと、右に向かっているパイプ、あれが排気になってます。燃焼した空気を外に排出している管です。で黒い蛇腹の方ね、下に行ってるんですけども、あれは吸気になります。冬はねこの FF ヒーターなんですけれども、夏場はですねここに枠組んであるんですけども、ここにねウィンドエアコンを設置するような仕様に作っております。ですのでまあ暖かくなってきたらね FF ヒーターは外して、でここにエアコン、ウィンドエアコンをつけて夏場はクーラーとして使うことができます。はい、続きましてこちらベッドです。ベッドはですね、見ると本当にベッドのように見えると思うんですね。こうちゃんとクッションになってて、
でもこれですね、実は手作りでございます。ベッドを作ってる動画はね別に出してますので、それを見ていただければなと思うんですが、ここがねこうやって上がるんですよ。はい、こうやって開けちゃうとね、さっきの床下ベッド下収納がね見えるんですけれども、ご覧の通り中もアルミフレームでできております。このねベッドを作る時のアルミのねこのフレームがめっちゃ優秀でね、こんな感じでカポッとマットを入れてあげればベッドになると優れものでございます。ベッドなんですけれども、ベッドフレーム自体は1800ぐらいで作ってあるんですよね。1800だったかな、うん、で僕の身長が1700です。170センチですので、足を伸ばして、寝ることができます。横幅はね650ぐらいで作ってるので、まあ、ちょっとシングルよりも狭い感じ、まあ、キャンプ用のマットとかもねだいたいそのぐらいのサイズ感だと思いますので、まあ、キャンプ経験ある方だったらこのぐらいのベッドサイズでそんな窮屈感はないかなと思います。で、一つね気をつけて作ったのがここのね距離感です。この壁いっぱいからベッドフレーム出しちゃう、ベッドをかけちゃうとやっぱね手が窮屈になるんですよね。でちょっとここが空いてる分手の遊びがあって、窮屈感が少しね和らげられます。あ、快適で、このベッドフレームですね、実はここの上にもかかっております。天井部分に設置してるんですけども、こういうね十文字になっているアルミフレームで作ってあります。で先ほどねマットが入ってた部分はこれと同じような感じで板を置いてあげると、ベッドの方はその上にクッション材を入れて布を巻いて、ベッドのようにしてあるような感じですね。でこの上はね、簡単な小物置とかになってます。だいたいねそうだな6センチくらいかな、ありますので、天井までそのぐらいの高さのものしか置けないんですけども、まあ、ちょっとね着替えとかをここに突っ込んでおいたりとかね、そういうのを小物をちょっと置いたりとかしております。でこのねフレームすっげー頑丈でして、実はですね僕が乗っても大丈夫なんです、ね、今ねこれこことここのフレームとここのフレームに乗っかってるだけですね。はい、それだけなのによいしょ、はい、わかりますでしょうか。こんな感じで、上にね乗っかることもできるぐらいの強度があります。ほぼしなったりしない、むちゃくちゃ強度のあるフレームになっております。でこういうのをね、うまく加工して作ってあげると、ベッドになったり、こういうね小物置き兼こう天井から、外をね眺められるようなねいいですよね。こういった、僕スカイデッキって呼んでるんですけどね、このスカイデッキになったりとか、いろんな使い方ができるんじゃないかなと思います。こんな感じです。目線が上がるとねやっぱちょっと景色もねまた変わって見えるもんですよね。眺めがいいです。はい、ここですね、カーテンがついてるんですけれども、ここのカーテンを開けると実は運転席側とつながっております。ここにねリアガラスがはまってるんですけども、僕の方でね外してしまって、ここリアガラス取っちゃった状態ですね。でこれで、運転席側と、荷台のシェル側がつながってる状態になっております。ただねこの車ねスバルのサンバーなんですけども、ちょっとここの幅がねあまり高さがないので、ここを通り抜けて、使うっていうのはあんま現実的ではないです。ちなみに僕はね、ここお腹が使えて通りません。はい、痩せてる方とかね小柄な方はねここ通れるとは思いますけども、ちょっとね、痛いかな。ね、気をつけていかないとちょっと怪我するかもしれないのでね、あんまりおすすめはしませんが、ここをね空間をつなげてあげることで、
運転してる時にね、後ろの様子が分かりやすかったりとか、まあ、あとはね走行中にねエアコンの風を荷台の方にも入れてあげることで温度差をねあんまり作らないようにすることもできますね。でカーテンでこう仕切って置いてあげれば、あの車中泊してる時に向こう側の窓から中が覗かれるっていうことも防げますので、まあ、こんな感じで使っております。こっち側にもねカーテンつけてあって、外してシャッと閉めてあげるという感じですね。でこのカーテンなんですけど、セリアとかで売ってるねこのカーテンを止めてるこのスライドしてるやつ、これですね。これセリアで100円で 10個ぐらい入ってるのを売ってるんですけども、これをね買ってくるとですね、ちょうどこのアルミフレームの溝にはまるんですね。でこれでカーテンを入れてあげるとバッチリと、はい、これでカーテンレールになるということなんで、新たにカーテンレールを買ってね、取り付けてとかっていうことをせずに、もうこれだけでカーテン設置ができてしまうという感じでございます。アルミフレームとアルミ複合板のこのセットで購入することができますので、やっぱり夏暑く冬冷たいっていうね、こともあります。でアルミなのでやっぱ熱伝導率がいいですから、結露したりとかそういったものは正直あります。ただですねこの状態だとありますが、こっち側見ていただくとまたねちょっと色が違うでしょう。ホームセンターで売ってる壁紙なんですよ、あの木目調の壁紙で、これの中にスタイロフォームっていう断熱材を入れてます、ね、ちょうどこれがね2センチなんです。20ミリの厚みのあるアルミフレームなので、このね20ミリ厚のスタイロフォームをここの間にはめてある、そんな感じです。でここにスタイロフォームはめて、その上から壁紙を貼っつけたというような感じになってます。こうするとね結露しなくなります。このぐらいのね、簡単 DIY で、結露対策できます。で結露する場所はねやっぱりベッドがこっちなんで、ここでこっちが頭でここで寝るので、やっぱこの辺りこっち側のね扉っていうのは僕の体温と湿気で結露しやすくなりますので、こっち側だけね断熱材入れてあります。あとやっぱりね天井ですよね、はい、天井も同じようにスタイロフォームをはめて、でその上に壁紙を貼っつけてあるというような構造になっております、はい、これで天井の結露もなくなります。ただねこういうアルミが出てる部分はやっぱちょっと結露するんですよ。これ結露の跡かな、はい、ね、結露したりするので、こういったねこれも100均で売ってるんですけども、本当結露防止テープっていうのが売ってて、これ両面というかテープでペタッと貼るだけなんで非常に楽ですから、こういうのちょっと貼っといてあげるとこいつがうまく吸ってくれるという感じですね。二冬過ごしてるのかな、それであの結露でびっちょびちょになってもうどうしようもないねっていうような状態にはなったことがありませんので、このくらいのね結露対策で全然問題ないかなと思います。はい、こういったところにもね、ここもアルミフレームむき出しだと結露したりとか、まあ、ちょっと触ると冷たいので結露防止テープをねパッと貼ってあげれば、こういうところ、ね、こういうところとかね、こういうところとかこういうところとか、貼ってあげると、まあ、触ってね冷たいっていうのもないし結露もしないし非常に便利なアイテムとなっております。いかがだったでしょうか、軽トラキャンプ研究所の2台シェルの紹介でございました。ぜひ参考にしていただければと思います。こちらのねシェル軽トラキャンプベースエボリューション4という名前になっております。まあ商品名としてはちょっと長いのでね略して KCB4.0 というような名前になっております。このね KCB4.0
欲しいよという方はね、僕の方にね、お問い合わせいただければこの形で、制作すること、できますので、ぜひね、お声掛けいただければなと思います。三方開きプラス屋根開閉、この形アルミフレームとアルミ複合板の、この外装っていうものが、購入できます。外装のみなので、内装は含まれておりませんということなんで、内装はご自身で、DIY して作っていくというのが基本スタイルになっております。とはいえね、 DIY で一から作るのって難しいんじゃないのって思うんですが、まあ簡単とは言えませんが、もう僕もね、素人なりにここまでできましたので、チャレンジしていただけたらいいかなというふうには思うんですね。まあ、むしろね、アルミフレームをね、いろいろ使って、DIY で作っていかなくてもですね、キャンプ道具入れてもいいと思います。例えばベッドだったら、ここにね、ちょうどいいサイズのコット見つけてきて、コットを引いて、でエアマットかなんか引いて寝袋で寝るも OK だし、ちょっとしたね、ローテーブルを買ってきて、ここにテーブルを置いて、そこで食事するとか OK だと思います。ですので、まあ、使い方はね、人それぞれですし、こうやってね、内装を自分で作りたい、例えばアルミじゃなくて木材でもうちょっとこう温かみのあるような、なんかそういった室内空間にしてみたいとかいうようなこともあると思いますので、そういうのはね、ぜひチャレンジしていただければなと思います。このシェルのいいところは、内装を自分で作れるというところなんですよ。基本ね、こういった2台シェルを作ってらっしゃる会社は、もう内装から何から全部作り込まれてて、こうベッド展開はこうやるんですよとか、こうやるとテーブルができてダイニングになりますよとか、そういった仕様がいろいろあると思うんですけども、このシェルはね、何もないっていうのが一つの、これ逆に売りなので、ぜひね、面白がって、DIY やっていただけたらなと思っております。僕がこのね、ソロキャンプ仕様で作ったこの形、このベッドとか、ここにあるテーブルとか、 あとスライドキッチンとかですね、こういったもの、アルミフレームのキット販売はできるかなと思っておりますので、スライドテーブルが欲しい、ベッドが欲しい、室内用テーブルが欲しいとか、そういったね、ご要望、いただければね、内装はこのね、僕が作ったサイズ感でよろしければ、これでね、発注することもできますので、それもね、合わせてご相談いただければなと思います。ゆくゆくはね、キット化して説明書見ながら組み立てると出来上がるっていうね、そういったようなキット化していけたらなと思ってますので、またね、ちょっとお時間いただくかと思いますが、そういったことも考えてますので、ぜひ今後もね、ケトロキャンプ研究所、アイテムをチェックしていただけたらなと思います。まあね、ちゃんとね、説明していなかった部分もあるかと思うんですけれども、岐阜県のアルミの鍛冶屋さんと、フライハイトデザインさん、茨城県の伊坂自動車のカーボっていうね、二台ホロを作ってるね、会社さんなんですけども、こちらの3社がね、 AFC というね、グループチームを作ってまして、そちらの、僕はアンバサダーをさせていただいております。でアンバサダーっていうのは、まあ、広報担当みたいな感じだと思うんですけれども、アルミの鍛冶屋さんとフライハイトデザインさんがこのアルミのシェルを作ってまして、でこれをもっとね、いろんな方に知ってもらいたいというところで、僕の方で、まあ、購入しましたんでね、これを使ってキャンプをしたりする動画を出して、こういったものがあるんだよというのを皆さんに発信していくと、それからカーボ、アルミフレームで、骨格を作って、その上にホロシートをかぶせていると、そちらもね、面白い、製品になってますので、僕の方でね、紹介させていただけたらなと思っています。こう軽トラキャンプっていう、ジャンルをね、もっとこう広げていける商品になるんじゃないかなと思って、僕の方で、紹介、させていただいております。2023年ね、いろんな方とのご縁があって、いろんなところに出展させてもらったりとかして、このね、車を一緒に展示したりとかね、して、いろんな方とお話しさせていただいて、本当ね、いい経験ができました。でこのね、2023年、やってきたこの経験を生かしてですね、2024年また新たな計画を立てております。2024年はですね、このね、車、この軽トラ2台シェル作り直します。
作り直すといってもね、外装はこのまま使います。でいろいろね作りました、こういう内装部品、こういったものを一回全部外して、一回買った時のまま、僕が買った時のまま、納品した時のままの状態まで戻します。でそこからまた一から内装の造作してみたいなと思っております。今のこのシェルはね、ソロキャンプ仕様というコンセプトで作っておりまして、1年間出店いろいろさせていただいて、お話聞くと夫婦で利用されたいっていう方とかね、カップルとかね、そういった方で、2名で使いたいなっていうお話結構いただきまして、確かにと、要はこのアルミのシェルを買うと中にシングルベッドがついてきますっていう話じゃないので、中は何にも入ってませんということなんで、2人用で作りたいんであれば2人用で造作すればいいんですよ。とはいえね、こうソロキャンプ用、ソロキャンプ仕様という形で作り込んでしまっているので、やっぱりこれを見ると、ああソロなんだねっていうような感想になるということなので、いろんなバリエーションができるんだっていうところをね、多くの方にも見ていただいて、知っていただいて、チャレンジしていただけたらなと思いますので、2024年はですね、これをですね、なんとか2人仕様に、してみたいなと思っております。仕様変更するにあたってね、この辺り、一旦全部まっさらな状態にしてやりたいと思いますので、流用できる部品は流用していこうとは思うんですが、もしかするとね、取り外し部品で欲しい方いますかっていう感じでね、フリマ的なことをするかもしれませんので、そのあたりね、もし情報が出てきたら、欲しいよという方はね、お声掛けいただければなと思います。というわけで、2023年これが最後の動画になるかなと思いますが、いかがだったでしょうか。またね、2024年はね、面白いこと、まだまだたくさんやっていきたいと思っておりますので、ぜひチャンネル登録をして、グッド評価をしていただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。カンジでした。またね。バイバイ。